主張族、主長族、首長族,族、カヤンピープルとは、村落内の選ばれた女性が首に金色の真鍮リングをまとう民族のこと。ただし男性は着用しない。自称する民族名称は、カヤン。主張族とは、亜熱帯の大陸部東南アジア山間部に居住し、反応反狩猟を制御にする産地民である。とりわけ首を長く見せる風習を持つことで世界に、 知られる。ミャンマー連邦内では、カヤー州、旧カレンニー州とシャン州に暮らし、太陽国では、名本騒音県内3カ所と、北部の観光化された各民族村に暮らす。生活様式一般が、カレン系諸部族と告示していることから、主張族はしばしば、カレンニー一種族にみなされることがあるが、実態は未解明のままである。民族の起源は、チベットと言われ、 その後に、中国雲南地域を経て、現在のミャンマーに移住したと推測されるが、文字を持たない文化であったため、確証を得る証拠、一時資料は残っておらず、口頭伝承とフォークソングが、ルーツ解明の鍵になるものと思われる。ミャンマーとタイを合算した、総人口は三万人とも四万人とも言われるが、民族範疇がはっきりしないことに加え、タイとミャンマーを行き来している者がいることや、 ミャンマー側の統計が怪しいことから、実数は判明していない。彼らの言語は、チベットビルマ語族に属する。民族内の会話では、カヤン語を使い、文字はビルマ文字を使用する。現在に至り、ミャンマー域内では、カレンケータ部族に対して、カレンニー語を使い、ビルマ族系グループとの接触時はビルマ語を使用する。タイ側と通称を行うものや、 大量に避難したグループの中には流暢なタイ語話者が数多く存在し、もちろんタイ文字も理解するが、その反面、民族語、カヤン語のわからない若い人も増えつつある。衣装束はレン系と告示しており、上半身に白を基調とした袖なし寸胴型浮気を羽織り、子供を除く、下半身には黒い筒型スカートを腰にまとう。 伝統色ではないようであるが、体育ちの若年層には赤、黒色系で統一していることがある。女性は首以外にも両疾患に真鍮コイルを巻き、両腕には銀色のアルニウム製の輪を4個から10個ほどはめている。昔からのスタイルの高齢の女性の前髪は首輪を際立たせるため単発が多く、若い女性はカラフルな色彩の鉢巻きと銀の缶差しで、 後ろ髪をまとめている女性が多い。一方、同集団の男性も小族は、他のカレン部族に告示しているが、着用する機会が、祭事に限られるため、一般的な、ビルマ人、タイ人と変わらない現代的な服装である。主食は米。豚肉や鶏肉、祭子に使われる鳥はとりわけ神聖なるものと考える、を好む一方、ムグラ餅や千山鋼も好物である。 調理法は主に焼くか煮るのどちらかでヤン料理に炒める、揚げるものは基本的にない。料理には野菜、ハーブ、香辛料を多用し辛くて塩気の強い料理を好む。カレン系多部族同様、住居は吹き屋根高床式で二階建てが一般的である。以前は飼育材が用いられていたが、現在は経済的な理由から竹築が主流である。 上階に登る階段は、日差し側とする。へっついと、川屋は屋外に据え付けられる。家屋の敷地内には、土地紙を祀る祠を建て、穀物や香辛料を育てる家庭菜園もある。彼らの大多数が信奉するのは、自然精霊、中華安部チャを崇めたアニミズムである。様々な祭祀の時、シャーマンが鳥柄を使用して、吉祥を占うのが特徴である。 一年に一度、四月の上旬のタイミャンマー新年、期間に、精霊の最高神、ティ、を祀る、カン・オク・ワーン祭りが取り行われる。アニミズムを信仰するが、ミャンマー側ではハン・ビルマ・ハン・教の立場から一部、キリスト教徒化しており、タイ側では、タイ族との同化を求めた、神ザブ仏教徒化が顕著である。しばしばに見なされる、主張族であるが、そのが、人、 民を表す、カヤンであることはあまり知られていない。カヤングループ内にはさらに派生した会の部族社会、カカオ、カンガン、ラタ、ラウィー他があり、その中でも、新ーリングをまとう部族は、カヤンのうち、ラウィーである。主張族という呼称は、民族名ではなく、観光誘致において便宜上使用される名称である。かつて英領植民地の行政官であった、J.G. スコット卿は、 カヤン女性を表して、恐るべき走行と表し、また、フランスの探検家 VD ゴリッシュは、キリン・女という別称を使って、欧州に紹介している。イギリスに亡命したカヤン男性のパスカル・クー・テゥエは、自らの部族が、ブラス・コイリング・トライブ、新中間部族という英称で呼ばれるべきだと、主張している。シャン族は彼らを、パダウンと呼ぶが、この故障はビルマゴ鉛であり、 タイ側に渡ると、パドゥンと発音が変化して呼ばれる。首長族イコールパドゥン族という名称が広く、一般化したのには、移動先のタイ名本騒音圏の土地柄が関係する。名本騒音圏内に居住する人々の80%が、ミャンマーのシャン州に連続するタイアイ族であるため、現地ガイドの説明やガイドブックを通じ、タイアイ賞が観光客に広く知れ渡ったのである。 マヒドン大学のエス・ブジュッサパットとエス・カムムアングによれば、パドゥンという語はシャオン語に由来し、ペイとソングが連接して、複合名詞化する段で連上を起こし、パダウングとなったという。つまり、パドゥンとは、金印という意味を持ち、一部の学者、例えば須藤が言う、パドゥンとは、主張族の意味取る論拠なき解釈は、全くの誤りである。現在のタイ語では、主張家連の意味を持つ、 カリアンコウヤーオが一般的である。カレンニーではレイクルという多少で呼ばれることがある。東南アジア島諸部のボルネオ島にもカヤン名を冠する集団が存在するが、出自も風習も異なる別部族である。タイ側でカヤンと共に居住する金字部族のカヨウ族はミミチョウ族と呼ばれる。主張族と呼ばれるものの、正確には首が伸びているのではなく、 幼少時から徐々に、真鍮コイルを増やしていく過程で、コイルの上圧が下顎を平板化させ、下圧が鎖骨を沈下させ、肩の位置が下がることで極端ななで型となり、真鍮リングをまとうことにより、主部が際立って見えることから、主張族と呼ばれるのである。カヤン女性の主部に関し、医師であった、R ・ローフと J ・ A ・ガシシアンの二人が、生態学的に立証している。 タイ側では画家であった j ロークゲームが首は伸びていないとする仮説の絵画を描くことで真実の生態の説明を試みようとしたことがある。人類学者のブルス・サパット・ラモ・カヤンの風説には現影でしかないと反駁している。1961年、M ・ラオイ氏の X 線写真を用いて分析を行ったローフは主部の新調節に対し、 警部の身長が真実ではないことが判明したと述べている。ヤンへの誤解を端的に示すものに、首輪を外すと、頭部の重みに耐えられなくなり、首が折れて死んでしまう、という風説がある。1979年、これに対しカシシアンは、生態学的な検証を行ったならば、首輪を外した者が生命を落とすことなどありえない。なぜなら、体には、 新しい筋肉が形成されていからである。主部の支えを可能にするには、新しい筋肉が形成されるまで首に巻いておくことが必要であると述べる。主部の筋肉が増強されていることについてカシシアンは、別に不思議なことではないとも述べている。カヤンが首を長く見せる理由には、以下の通り口頭伝承が諸説あるが、どの説も信憑性を欠いており、現代の認識ともズレがある。 首を長く見せる行為とは、言うなれば一種の身体改造であるが、現代の彼ら自身は伝統と認識し、とりわけ、タイ側のカヤンは観光収入のための文化と理解し、その理由に言及してもあまり意味がない。一方、ミャンマー側では、キリスト教の洗礼を受けた主張族の女性の多くは、真鍮の首輪を外してしまったと言われているが、詳細は不明である。 目次に戻る対名本騒音圏において主張族観光できる村落は以下の3カ所である。台北部では名本騒音圏外にも主張族観光が可能な村落が多数存在しており、さらに建設中の民族村もある。チェンマイから近い順、主張族かヤンは興味深い風習を持つ民族としてしばしばメディアに取り上げられているが、現地での調査上の制限や、 限界も手伝い、その実態解明には至っていないのが現状である。また、観光客による様々な誤解や偏見によって、彼らの文化が語られることも多い。例えば、真鍮の首輪を外すと、頭部の重みで首が折れて死んでしまうなど。いずれにせよ、カヤンに関する研究は、生態学を除くと蓄積されているとは言いがたく、人類学的な研究では、 三地民の一部としての断片的記述に留まる傾向にあり、言語すら解明されていない。社会学者に至っては、ガイドブックや噂の息を出ないものが見受けられる。民族史に近いモノグラフとしては、ブルッサパットとカムムアングによる強調があるが、歳術に乏しいのに加え、出典の不明瞭さが何としてある。この論文の中で、ブルッサパットとカムムアングは、ミャンマー域内には他にも、 主張の風習を持つ集団がいることに言及している。また、NGO の白人宣教師たちは難民化したカヤンのために大量の村落内に教会を建設しているが、カヤンの中に仏教徒が数多く存在している事実を知りながら仏教寺院を建設しないことに、二人は異議を唱えている。目次に戻る、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。